今回こそはウィンターカップ出ようと思ってたんですけど、やっぱりそこを負けてしまって、ちょっと悔しさが残る大会になったので、次の代にちょっとつなげて頑張ってほしいなと思ってます。
諦めかけた。汚れてるユニフォームを。はい、まあ悔しい思いをして、ね、絶対俺全国行けると思ってやってたから、すごい悔しいし、多分みんなの方が、ね、悔しいと思うんだけど、練習とか普通の試合もね、みんなで声かけ合って最後は一つになれたと思うから、3年生本当に、お疲れ様でした。これから先またね、バスケットを続けていくと思うから、まあ、その時に、まあ、今までで多分一番悔しいと思ったから、ね、その悔しい思いを絶対に忘れないで、これからね頑張ってやってください。3年生本当に、お疲れ様でした。以上です。この年になっても全国かけて勝負できるっていう思いをさせてもらってるのは本当に3年生のおかげなんで、感謝します。ありがとう。本当これからまだまだ君たちには先があるんで、やっぱまだやってて伸びしろいっぱい感じたんで、それは大学のカテゴリーで、身につけてもらったらもっと素晴らしい選手になるんじゃないかなと思います。残り確かに6秒で7点差で、まあ、確かに厳しいことは厳しいんだけど、でもそこをお前らにああやって最後にがむしゃらにシュートを打たせなかった、どうしてもちょっとウィンターに生まれて行きたかったから、ちょっとああいう選択をするしかなくて、お前らにとっての高校生活の終わり方っていうのが、まあ、ああいう形になってしまったことっていうのは、まあ、やっぱ全て俺の責任だから、この1週間何度も俺夢でお前らとウィンター行く夢見て、同時ね、ベンチでお前らとハイタッチしてる夢を見たんだけど、それを叶えさせてあげられなくて申し訳なかった。お前ら夢を本当に見させてくれてありがとう。お前らの人生はまだまだ続くから、次のステージで必ず叶えてほしいかなっていうふうに思います。トカヤスガ高校の、選手は4番の水品と6番の須藤は中等部から来てくれて、全国全中に出てるんですけれども、それ以外の、子たちっていうのは、ほとんど中学校は無名の子たち で、そういう子たちが高校で頑張ると全国に行けるっていうことをやっぱりこう見せてあげたかった。それができなかったのがもう悔しいっていうことにつきます。はい、3年生のおかげで、本当にこういう夢を見ることができたので、まあ、先ほどのミーティングでも言ったんですけれども、3年生はまだまだこれから人生があるので、その夢を一人ずつ、叶えていってほしいなと。その夢のために、僕たちは全力でこれからもサポートするよ。とにかくその悔しさを次のステージにつなげて頑張ってほしい。それをとにかく応援する。この3年間ありがとうっていうことを伝えたいです。小中高とはやっぱり自分はバスケットをやっていて全国を目指してやってきたので、まあ、一度も自分はまだ出たことがなくて、でインターハイもあと1勝というところで出れなくて、今回こそはウィンターカップ出ようと思ってたんですけど、やっぱりそこを負けてしまって、ちょっと悔しさが残る大会になったので、次の代にちょっとつなげて頑張ってほしいなと思ってます。やっぱり試合に出てる3年生として全国連れてって聞きたかったなって思いはあるんですけど、やっぱ出れなかったんで、それ以上のことを練習からしっかりやって菅生らしさで今年、来年こそは全国出てほしいなと思ってます。